つこの6人の足並み揃う、そう奇跡の映像です、これ。うわまやば。今日の番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様。あ、これ緊急で動画回してるんですよ、先生、これ。あ、緊急のやつです。緊急のやつ。例によって。そうそうそう、例によって。何が緊急かって。うんうん。あの、先日、あの、こちらの動画、上げさせていただきましたけれども、はい、VTuber さんの、ああ、勉強会、僕らの。あれは。デビューしちゃいました。激しかったですね。はい。あ、その前に、ちょっと自己紹介しましょうか。はい。マイスクリームコーチ、ボイストレーナーの、マホンと申します。そして。はい。ボイスドクターのリーです。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、この二人で、あの、声の専門家二人がお送りしたこの、うん、リアクション動画だったんでございますけれども、はい。コメントで、はい。おすすめ教えてくれみたいな。うん。僕ら本当に VTuber 入門編なんで。見習いですから。そう、めちゃくちゃ見習いまくってる最中なんで、はい、でその中で、ちょっといろいろこう、やっぱその、うん、教えていただいたじゃないですか。うんうん、めっちゃコメント見たじゃないですか。うん、そうですよね。だからその中で、特に声の、お声の多いものをとりあえずちょっと書き出したんで、うんはい、ちょっとそれを今後随時あの教材にそうです、ね、させていただこうかなと思っていて我々のテキストですね。そうテキストなんでそう皆さんのコメントが我々のバイブルなんで、はい、確かにそっちとなり肉となるのでちょっと今回もちょっとお願いしたいんですけれども、はい、その中のちょっと今日1個、うん、早速ちょっとお送りしたいなと思ってましておおそうこれですうんドドン同じくとりあえず、はい、ラックスいけない太陽ああのこれねライブっぽいんですよライブライブVTuber さんのライブそうなるほどねちょっとね、おじさんまだ時代についてそう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 とりあえず前回せっかくそのバックスに関してはいいろいろ皆さんにも教えていただいたりそうですよねだし、この記憶に今が鮮明なうちに復習大事じゃないですか、うん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 、大事やっぱり、はい、こ覚えたての公式は使っていかないそうそうそう、うん、アウトプットしまくんないですインプットしたアウトプット繰り返して、はい、記憶の定着をちょっと測っていきたいなということで、うんうんうんはい、また別の作品で、ま、見える垣間見える別の個性とかもあるかもしれないそうですよねはい、しかもライブじゃないですか、うんうん、ちょっとなんか爆発すんじゃねえかなと思ってすっごい武器隠し持ってそうですよ、ね、ちょっとその辺もちょっと垣間見えないかなって思いながら、うん、今日もこちらリアクションさせていただきたいなと思ってますんで声の専門家2人がお送りするならではの視点からもういろいろこう言えることあると思うので最後までご覧いただけると嬉しいですこんな感じでこのチャンネルでは日々発生関係のお話ですとかあと今日みたいなリアクション動画ですとか、日々アップロードしております、まだチャンネル登録お済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いしますリー先生のチャンネルもぜひお願いしますしますお水も飲んで。はい。いいですか潤して、うん。大事。いけない太陽で、太陽ですから。うん。じりじり照ってきますから。なるほど。水分補給しながら。そうですよね。見ていきましょう。テンション高いでしょうからね。いや、高いですよ。見えてるんですけど。見えてます。こんな感じからスタートするんですね。そう。なんか、この感じね。すごいですね。時代を感じますね。いや、すごいよなこれ。すごいね。サイバー感。いや、ほんとにほんとにほんとに。すごいですよね。早速、なんかこの絵の感じが。楽しみだっ楽しみすぎる、これは。見ていきましょうか。はい。これね。おお。先生この。ええ。おお。ちょっと待って待って。すごいリアルリアルすごいなんかこのこのこれすごいですね。生身生身もうなんかもう生身よ。VR なのか。うん、いや本当なのか。リアリティがすごい。すごいすごいすごい。こんな時代になってたんですか。なんか。ちょっと黒船が来てます。なんかタイムトリップした感じ。すごい。未来に来た感じ。すごいっすよね。いや、すごいっすよね。すごい。ぬるぬるですよ。なんかもうテンション上がってきました。いや、そう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 、うん。すごい。すごいすごい。しかも音がいいのよな。音めっちゃ良くないっすかこのコンプ感。コンプ感。厚みがね。厚みがちゃって。生演奏感。なるほど。めちゃくちゃいい。確か生音感ある、うん。これ生音なんですか生音なんですか皆さん、これ。いいっすよね。いいっすよね。いいっすよね。うまい。この、あれうまいわ。いや、めちゃめちゃいいっすよね。すごいっすね。めちゃめちゃ良くないですか？僕、チラッとだけ見たんですけど。これさ、はい、前もそうだったんですよ。はいはいはい。まあ、いわゆる足並みが揃うって。あー、わかる。もうこの、いわゆる、声帯が揃ってる感じがすごいっすね。もうね。今、こう、6人の声帯が、バンって、すごかったっすね。同時にね。すごいいいですよね、うん、パッと一気に開けますよねなんかなんかもうそのユニゾンもハーモニーとか長年やってましたみたいなねすごくないですかすごいすごい本当に一斉にこの6人ですから、うん、6人でしょそう、はい、1人でもちょっと失敗したらこのいや確かにねすごいわ確かに確かに確かに、うんしかもその、前回もそうでしたけど、うんうん、その、各々の周波数が、ちょっと違ったりするじゃないですか。はい、確かに。だから面白いですよね。気持ちいい。そう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 。
サラダボール感が気持ちいいわ、いいですね。入りが良かったっすね。入り、あいいよ。え、しかも、ごめんなさいね、止めたばっかで、ちょっといいっすか、これ、これ衝撃の事実じゃないですけど、多分、要はサビのフレーズあるじゃないですか、やっぱそうだ、高っ。おいきなりね、今、そう、今、スルーしそうになった。皆さんこれ B4 って音程なんですよ。ドリミアさんは C の音なんですけど、で、まあ基本的には皆さん男性じゃないですか。しかも、イなんですよ。絶対言うと思ったもん。着眼点。着眼点。絶対言うと思った。イボインなんですよ。からのアタック一緒。さあ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 。イッツ。用意ドンがすごい。さあさあさあ。バンッつすごいっすね。イでね。ねえ。イボインというのは、なぜ難しいか先生。医学的に。これはですね。医学的に。これやっぱイというのは、この舌のポジションが、ベロですね。やっぱりこれ特徴的なんですよ。そうですよね。そこで声帯鳴らしていくというのはね、これやっぱりね、難易度高めですよ。どうしてもやっぱ狭くなるんですよね。狭くなってしまって、狭窄されやすいというか、上に行きやすい、締まりやすい、狭くなりやすい、いい母音じゃないですか。おとかよりは、いい狭いイメージあるじゃん、皆さん。で、この狭い差がありながら、ここで、イでいきなり入るっていう。そうですね。かつこの6人の足並み揃うっていう、奇跡の映像です、これ。これはね、いわゆるね、まぁちょっとボイトレ領域で言うと、天王山なんですよね。このイボインを取るか取らないかが、これがね、なるほどなるほど。関ヶ原の合戦。全員にあります。あるある。そう。あるある。そこで勝つか負けるかです。いやー、全員勝った。いやー、すごいですね。すごい。勝者の歌声です。勝者の集まりです。いいですね。BS が6人いるみたい。いや、そうそうそう。もうこの動画終わりでいいですかね。もう語った。語り尽くした。それぐらいこの意に詰まってますよ。いや、すごい。すごさがね。すごい。もう、うなりますね。うなるね。もう10分いってんじゃない、この動画。やばいっすよ。あー、いいわ。助走もないですから。ああ、いいね。いい。アイドル。安定感すごい。安定感がすごい。本当に。ああ、いいね。めちゃくちゃいい。カラオケで盛り上がるやつ。いや、そうですよ。はい。おお。ふわさんですね。なるほど。ああ、もう早速、タッグというか、いきなりチームプレイですね、とりあえず。とりあえず甘いっすね。甘いっすね、甘いですよ、ね。ふわさん最初来ましたね。まあ、これふわさんのチャンネルなんですけど、この動画上がってるのが。最初これふわさんが来ますよ、これ。あ、今ですね。そうそうそう、え、しかも、え、これ、これ、なんだろうな、これボイトレ しすぎてるんで、僕らは。ちょっと細かいとこ見えちゃうんですけど、入りが超良かったっす。なるほどね。どうっすか？あー、いいね。めちゃくちゃいい。入りが、そう。バツってちゃんといってんすよ、これ。これ運動神経いいやつ。そうなんですよ。これね、難しいんですよね。これね、難しいんですよね。要はリズム感っていうことなんですけども、この音の前後をちゃんと把握してる状態で、ちょっとでいいかなって入ってるんですよ。これね、声帯打楽器だから。いや、そう。本当にそう。音ゲーですよ。いや、本当にそう。音ゲーだよって僕、生徒さんにもよく言うんですけど。ここがいいね。かなぁ。かなぁ。ね。いや、メロメロです。そして、かなえさん。おぉ。すごいですね。この人が前回の、メデメデメデデを出してた人ですよ。え、メーデーの人？そうですよ。メーデーの人。異名が。すごいね。異名。今の、その、個性のバトンタッチすごくなかった。すごい。ね。違う人なのに同じポジションでバトンタッチ。そうなのよ。これみんなすごいですよ。すごい。今ちょっと感動したよ。同じバトンを渡して。あれつって。俺たち、あ、変わったの？同じことできるよっていう。そう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 。すごいですよね。メーデーの人なのに。そう。実は。まさか。そう。すごいバトン渡しでしたね。すごいです。でも前回とは違う色がここで早速、結構見えてきますよね。いやー、すごいっすよ。すごいすごい。器用な人たちだわ。奥行きがすごい。奥行きがすごい。そこ知れぬ。そう。あー出た！ケモちゃんですよね。ケモちゃんじゃないっすか？俺たちの王子？俺たちの王子。これは、ちょっと。俺たちの王子ですよね、これ。いや、そうですよ。俺たちの王子。ねえ。
皆さんなんでそんな僕たちのコメントに反応してくれてたんですか。ね、ケンボンさん王子でいいじゃないですか。ね、王子じゃん、ね、王子わらわらみたいな。キラキラしてます。あえて深くはまだ掘ってないですけども、うん、後日調べますけれども、いやキラキラしてますよ、ね、キラキラしてます、うん、いい声でしたね。いい声、やっぱこう王子感ありますよね。王子感ある、これは譲らないから。本当に王子でしたよ、ここでも、うん、金さん来て、うん、ほら、ああこのなんかこのこれはアタックの強いシーンの時に、うん、結構この王子感が僕見える気がするんですよね、うんうんうん、例えば交わすこと、このそう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 、こういう感じとか、そうそうそう、口元の、うん、幽霊動くみたいな、ここはなんかあれですよね、うん、この王子と言いつつちょっと裏の顔がちょっとチラッと見える感じが蝶のようにね、待ってる部分もありつつみたいな。でもこれ前半のこの2人からのバトンタッチが、うん、今度すっごいなんかこう、うん、落差になってるから、そうですよね、逆に言ったらこのまあ申し訳ないですけどこの王子感が際立ってるんですよ。申し訳ないけど申し訳ないけど、なんか申し訳ないですよ、ね、もはやなんか本当ごめんなさいね。なんかちょっとね、そうはばかられますよね。そうで王子ですよね、うん、なんかだよほら、うん、衣装も王子でしょ。いやそうですよ、うん、こんなね、ね、これつけたらいいですよ、これはもうだけで、これプリンス感ありますよね、うん、いやそうですよ。そしてはい、ああいいな、あうまい、あいい、ああいいな、これすごい、これいいっすね、あすごいね、おぉ、え、いけない太陽って難しいっすね。ねえ。え、全部の母音難しかったっすよ、今。いや、これ、あれですね。木。ん、うん、おか。おから言って、木から言って、いいでしたね、この B4 全部。やだー、しかもなんかこう、だらだら歌えない曲なんですね。そうですね。皆さんの、ね、感じからすると、うん、こうだったらかっこいいんだっていうか、ね。かっこいい。うん。すごい。なんか流動的というか。なんかさらっとやってますね。なんか一人ハイトーンな方いらっしゃいますね。いらっしゃいます。ハイトーンの。いらっしゃいます。ハイトーンの何ですか、申し子みたいな。ハイトーンの申し子います。はい。なんか。マジでちょっと、ね、聞かなきゃこれ。聞いていけばわかるかも。もうしてます。うん。おろおろ。いる！いるいる！上の人がいる！上の人います。誰が住んでる？皆さんこれ教えてくれこれ。最上階に誰がいるのか。ペントハウスに誰がいるのか教えてくれ。教えてくれ。ねえ。これはちょっと誰これ。ペントハウスできるのかな、ねえ。ちょっと分からなかったらね、ちょっと、ね。知ってる皆さん、これ。あれだ。いるな、いるんだ。いるな、いる。あー、いいっすね。この。木もむずいし、今もむずいじゃないですか、さっきの話で。いや、ユアンス揃ってるわ。いや、そうっすね。もう嵐、うん、ほとんど。ああ、マジで。ああ、よかったよかった。いいね。一番最高。気持ちいいね。気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。うん、気持ちいい。スカッとしますね。はい、おお。おい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 、また来たこれ、個性、ね。個性の塊来た。今度下から一番。来ましたね。しかも結構固め気味の一致でしたね、なんか。そう。結構硬かった。一番と真逆できましたね。来た。一番この上の甘め系言っときながら。そう、来てからの、クォって来た。息をつかれるんですよ。さながら、そう、ほんとそうなんですよね。だから6人いるから全角度あるんですよね。うん、そう。いやー。すげえ。アレンジいいわ。いい。うん。おぉ。赤い、ね、結構ギュッてしてる感じだと思う。ギュッとしてるけど、歯が鳴ってるよね。そうそうそう。血が。赤い。ねえ。だから、やっぱ、夢追いさんって器用なんでしょうね。相当ね。前回。うん、前回第一声で分かったんですけど。はいはいはい。やっぱいろんなことできるタイプの人なんだと思うんですよね。踊るようにというか、はいはいはい、言葉を巧みにこう操るような感じ。うん、そらごちゃおとかもいろいろこう混ざってますよね。ちょっとこのエッジボイスの後に甘い声来るから、うん、なんかこう、なんつうかな。ちょっとこの、あれですよ。うん、なんていうかな。
女の子がコロッといくやつ。なんだっけ。ああ、ギャップっすか。ギャップそれギャップ感あるのよ。疲れてるからね。ギャップ、ね、ギャップすら出てこないね。二人とも今。ちょっとね、癒しが必要です。確かに。でもちょっとこれがそうですよ。そう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 。だから、ね、だから乙女になる。そうそうそう。わかります。ね。わかりますわかります。いや、めっちゃわかる。モテるだろうな、井上さん。よろしいわ。信じたいの。ね、カマリスさんみたいな感じになりますが、入りますね、ここ。いいですね。そういうの好きなんじゃないですか、もしかして、ね。あ、本当に？わかんない、わかんないですけど、イメージとしてはね。あ、草崎さん。草さんな。草さん。なんか、前回先生は割とその、ハスキー甘い系っていう表現されてたんですけど、正統派ですね。正統派なんですよ、うん、思いました。なんかその土正面でしたね。ねえ、一番なんか一番バンプオブチキンでした。なんか王道の、ね、僕クソさんちょっとそうなんですよ、ちょっとバンプ感あるなって結構思うんですよ、うん、なるほどなるほど。なんかちょっとハスキーなとこもありつつ、はいはいはい、正面から来る感じもあるみたいな、うんうんうん、なんか正面でしたよね。でも多分ここが軸足なんでしょうね。なるほど、多分そうなのかもしれない、うんうん、ここが正面の顔なのかもしれない。そう、今なんかこう真正面から今こう向き合えてる。そう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 、一番正面の部分なんだろう。うんうん、ああ、すごいまっすぐ、いい、おお、いい。あ、そして社長。ああ、これ前回社長、うん、割となんかその、うん、なんだろう、飛び道具的なことが多かったんで、それこそこういう軸足系、うん、あんまり垣間見えなかったことも多いと思うんですけど、はいはいはい、社長の軸足、うん、ね、僕社長に一番明るいから、水を得た感じになっちゃうんですけど、はいはいはい、ちょっと、うん、やっぱ個性強いと思うんですよ、その軸足が。うんうん、なんかこう、うん、深みがありますよね。そう、なんかそう、なんかね、こう、なんかロイヤルミルクティーみたいな顔してる。まあ、マジで。なるほどね。なんか高級な茶葉を使用してますみたいな。うんうんうん、この、あー、この、くぅ。わかります？わかるわかる。この、ツヤツヤっていうか、この、うん、ふわ、なんだろう。ツヤと深みが。そう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 。うん、こう。確かに包み、包容力。今なんか紅茶を飲んでる気分、ね、そう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 、この王室御用達なんです。さらっとした甘みと、そう、この茶葉の深みと、そうなんありますね。あるんです、あるんです。これは歌い方も結構特徴的だと思ってて、うん、例えばやっぱなんか、うん、ロイヤルなんですよ、うん、だましだま、なんかこう、わかるわかる、ヒーローみたいな、はいはいはい、まずこのうとか夢うずくく、うん、社長結構うぼいんが、うん、なんかワイ、ワイ感がある、うん、ああ、なるほど、なるほど。くぅ、うんうん。はいはいはい。があるんすよ、うん。これもなんかロイヤル感がある。いい。ああ。おぉ。ああ。ああ、よかった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 。抜けのね。セクシー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 。今のセクシー、あーあああああみたいなね、最初アタックから入って、真似したくなるやつ、なる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 、終着点は甘いっすよね。これでもチームプレーだと思いますよ。これ行った後、ね、次アタッキーに行きにくいから、確かにみんなを信頼してる。そうか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 、あとは頼んだぞお前らみたいな、なるほど、ね、チームワークにも感じました。でもライブならではだと思います。確かに確かに、考えてんだな、持ち場を自分が、ま、やっ、なんかこう果たしたというか、そうかそうかそうか、うん、耕しといたぞ、そうだからサビに向けてのバトンタッチだと思う。これいいっすね、仲間へのね、いいっすね、うん、いいバトンタッチが行われてる。あーのね、ちょっともう一回ね、あーいい、いい、いや、あー、最初アタック、そして最後お砂糖たっぷり、よい、そしてサビ、サビ、気持ちいいっすね。いや気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいい、明るいな、うわ、いや誰最上階、いやだもうずっとそればっか気になって上ずっと見てるんですよ。誰か住んでるんですよね、あの芸能人誰みたいな。すっごいでも余裕で出してるから。確かに確かに確かに、ね、いるいるいる。あ、すごいね。気がすごかったっすわ。あ、やっぱりね。全部良かったけど、うん、もちろん。気がすごい。出だしのところ？そうです、そう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 。君じゃなきゃのところ。そう。うん、でもね、おも良かったな。
このおはちょっとあよりにしてるというか、うんうん、おじゃなくてあにちょっと近い感じですよね、うんうん、でこのキーすごくいい、うん、一発でいってる感じがめちゃくちゃある、うん、確かに余裕なんだよな一人ね、すごいこう響きの位置を高めに保ててる感じがすごいする、無理しないで、そうね、柔らかいニュアンス、ね、柔らかい、うん、うーすごい、そんなこともできちゃう、すごいですね、すごいこんなこともできるんです、できちゃう、すごいすごいすごい、なんか引き込まれるわ、滑らかです、滑らか、動きがね、うん、おあ、こんなファンサービスしてくれるんですかこれ、あ、いい球なんですよこれ、ね、あ、これたまらないですよこれ、またチーム動きがね、おおおお、あ、転調した、転調した、転調した、ガウンじゃないっていう、あ、違うね、ガウンってね、ここね、ここはもう感情重視で言ってますから、そうですよね、うん、ラスサビですからね、そうそう、使い切っていった、違うんじゃないじゃなくて、ね、違うんじゃないってね、大事ですね、そう、ラスサビにこの抑揚が大事ですから、そう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 、それは間違いない、違うんじゃない、うん、これあれですよね、みんなこれ安定してうまい理由は、うん、やっぱりもう本当に歌がうまいんですよ、で、うまい、声帯をずっと鳴らし続けれるんですよ、あー、はい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 、そのうまさがありながらやっぱり随所にその、うん、感情表現優先型の抑揚もその揃えてバッチリくるんで、はいっすね、だから急にグッてこう捕まえる感じがあって安定した土台がありながら、たまに来る障害物競争ね、そこの引き込みがやばいんですよ、確かに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 、基本的にはめちゃくちゃいい意味で流動的ですもん、そうそう、でたまにこうカサッとなんかが揺れ動くから、うんうんうん、はい、これはねうまい、うまいですよ、だからこう滑らかに聞こえるんだな、うん、やば、うわうわうわ、やばやばやば、うわすげえ、大満足、すごい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 ですね、いやすごかった、なんかアンコールの応酬でした、確かに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 、なんかその、うん、隅々まで持ってってくれました、ね、なんかすごい足りないってことがないようにしてくれました、ね、なんかもうこぼれるまでいくらを持ってくれるやったやった、ストップって言わないと溢れちゃいますよつって、あの日本酒もあのそうそうそう、マスで飲める、そう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 、ね、そのこの真ん中のやついらんやんってやつそう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 、どうせこぼすやんっていう、どうせね、5回も来てくれましたよ、シーファイ、嬉しい嬉しい、すごい、しかも、うん、完璧でしたね、完璧でしたね、うん、な全然ブレがないもん、高いほど高いところほど安定してる感もある、ありました、うん、後半特に思いましたね、うんうんうん、後半より温まってきたぜみたいな、うんうんうん、ようやくだぜみたいなぐらいの感じしましたね、これだからなんか今思ったのはなんかこうもう例えばなんか上ハモリがっていうよりは、うん、この皆さんのユニゾンの中での6人の個性の周波数そうですいいから、はい、そこでなんか高い人がこう高い人もいて低い人もいるみたいな、確かにそういうなんかこう、うん、束感ですかね、あ、そうですよ ね、 6人ねまとまってんだよな、相性がいい、だから、ね、相性いい、ね、みんな上手いのにみんな喧嘩しないですからね、うん、そうだし序盤みたいに、うん、あえて一緒にもできるみたいな、うん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 、ライトにね駆け抜けるわけですよ、ここはねもうお手本ですね、そうですね、これ以上がない、うん、あこれはおすごい、おいいですね、いけない太陽の正解ですよこれね、もうこれはなんか一個の回ですわこれ、よく知ってる曲だっただけに、うん、なんかこうどう歌うのかと思ったんですけど、あそうですね、なんかもうど真ん中を、いやど真ん中打たれた、いや本当にそうね、ど真ん中すぎた、そうこれそう考えるとさ、うんうんうん、いけない太陽をなんで選曲したのかって話ですよ、ああそうですよね、そうですよね、確かに確かに、あえてのいけない太陽、これ皆さん知ってます、これストーリーがあるんじゃないですか、ストーリーがあるんだったらちょっと教えてほしいですけど、うん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 、かそのこの相性を見越してだったらマジで確かに
バッチシでした。バッチシすぎる、うん、前回のドッグランドの時には見えなかった、うん、やっぱ技とかそれぞれのなんかそう軸足の部分とか、うんうんうん、前回個性に振ってた人が、うんうんうん、あの今回真ん中に振ってたりそうとかの部分もあって面白かったっす。奥行きがあったね。そういう意味で皆さんね、奥行きあるわ。うん、ケモさんは王子本当に申し訳ないけど、ケモさん王子でした。そこだけはブレなかったみたい。今日はちょっとね、ブレなかった、はい、今日もライブってことを忘れるクオリティでした。あ、本当にそれそうだ、てか忘れてました。そうだ、忘れてたから、ね。なんならライブでこの安定感いいね、うん、めっちゃ安定しててすげえなと思いましたんで、ね、また皆さんぜひあの補足知識ですとかね、はい、こういうのおすすめだよとか、うんうんうん、あればぜひコメント欄でぜひ教えていただければと思ってます。あのマジで普通に勉強中なんで、はい、あの助かっております。ありがとうございますということで、あの今回の動画も、ぜひ、はい、よかったよという方グッドボタンと、あとチャンネル登録お済みでない方この機会にぜひよろしくお願いします。生態の専門家李先生とボイスメモの本がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。